あ、いいですね。おはようございます。おはようございます。ちょっとこれから8月1日のイベントの打ち合わせをしております。はい、ということで骨盤ダイエットというお話なんですけども、前傾後傾の話もそうだし、言ってたポッコリお腹、ポッコリお腹を改善させようとか、あと何でしょうね、私に関しては整体的な考えでやるので、まずやっぱ股関節ですね。股関節とやっぱお腹周り、まあでもそんなに長々やるとでもみんな分からなくなっちゃうから、趣味的にも3つ4つに絞ってやろうかなぐらいな。やっぱり股関節のつき方っていうのは割とそのスタイルとかその見た目に影響してるっていうのは、ですね、でもあれ難しくないですか、反り腰でヒップアップしちゃってる人が、あの腰が痛いってなると、例えばヒップアップ施術やろうかと思ってるんですけど、ヒップアップ施術をしてもっと反り腰が悪くなってるんじゃねえか説があって、それは反り腰としてはしょうがないよねってどうなんですか。いや、どうなんでしょう、やっぱりそれはちょっとちょっとバッツとバトックの方を鍛えてほしいですよね。なんかね、あれ日本語やと全部こう全部とかお尻って言ってるじゃないですか。英語やとね、こっちの下の方がヒップなんですよ。下あんまりお尻でやると座骨の上って言ってもいいですけど、いわゆるなんか安産型みたいな、こっちがヒップで、こっちはね、バトックって言ってバッツって言うんですよ。あ、上と下で違う。上と下で、で、いわゆるブラジル人とかのあれね、ヒップはつくバトックの上の方をキュッとキュッと刺すことを目指してくれるので、下が大きいじゃなくて、この腰下こういう感覚が美人っていうことがあるんですよ。なるほど、そこでちょっと違うか。反り腰との関係も、反り腰になる人は上、あの、どっち、上が上がるんですよね。そう、だからそっちを鍛えて盛り上げてる。あ、なるほど。多分ね、サンバ踊るとそうなるんかって言ってるかもしれないですよ。あの動きしてるとこがどうなるか。だから要するに本来の部分でもキュッとこう、彼女らは上がってるから、やっぱりできたらそこは鍛えてほしいですよね。あ、鍛えたことによって反り腰もまたさらに反り腰になるような気もするけどね。あ、そうか。だから腹筋とかも同時にいかないと、ね、同時ですね。あと反り腰の人は四頭筋の柔軟性がないので、あと、その辺も注目しないと。だからなんか、ひょっとしたらサンバの中にその秘密が隠されてるじゃないですか。サンバにされたら、腸腰筋とかこの辺りと、なんか、大体四頭筋が実は妙に、ハムとかが妙に発達していた、あの踊りは。サンバは後天性だけど、先天性のものあるもんよね、DNA が。サンバでダイエットとか、そろそろ来るんちゃいます、この辺りが。サンバで。新しいブーム。サンバでダイエット。ヒップアップ目指すならサンバ踊ろうみたいな。ヒップアップ目指すならサンバで。今日そういうなんかスペシャルゲストを呼んでみましょうか、ね。サンバの先生。いいですね、いいですね。休憩時間20分サンバの練習です。面白そう。まあ今回もちょっとお笑い的に行きますので、ちょっと二人の漫才で。あれ勉強会やるんですか？漫才をやるんですか？勉強会しかやったことないですよ。2人でもあれ2人で何回やったかなってもう覚えてない。何回やったかなみたいな。結構やりましたよ、ね。結構やってると思う。もうだいぶボケが入ってるんで忘れちゃうんですよ。全く覚えてない。毎回楽しいんですけどね。だから今回も今、これから会場取りに行くので、多分取れると思うので、皆さんキャンセル待ちの人も全然入れるので、ぜひ、8月1日。はい。東新宿ですね。今なんか椎名さんと珍しく東新宿にいるんですよね。そうなんですよ。だって東新宿にいるんですよ。レアショップですよね。朝から。いやいや、ニューヨーカー風に言うとパワーミーティングですよね。パワーミーティング。なんでね、朝食食べながらミーティング。はいはいはい、なんかありますね。はいはい。で、その日に交流会もあるので、交流会もね、1次会もあれば、2次会から、美咲ちゃんとかはね、2次会から行きますとか言って、2次会から来る人もいるので、だから1次会会場と2次会会場、すごい近いところを予約取りました。
結構賑やかになります。賑やかになりますね。交流会も人数多いので、みんなで楽しんで飲みましょうと、ね、はい、ということで場所を取りに行きますので、ぜひお待ちしております皆さん。はい、またね。